前回やっちゃった女、俺。前回のさ、ジャンピングバトルコーラじゃ、ジャンピングバトルコーラで出たっていうのがさ、すっごい嬉しくて。このアトランティス、マジかっこいいんだけど。やべえな、ジャンピングバトルで出たからね、アトランティス。で、今日ね、2個出るぞ、ペラ怪獣。なぜならば、まずは安定のジャンピングバトルコーラでしょ。こっちで、まあ、うまくいけば2個出るよな。で、こっちの武道まず間違いなく出る。まず全部男の子ね。しかも、もうデータ実績のある店でゲットしてきた、ペラ怪獣が前に出たところの武道味だから。間違いなく出るでしょ。今日はね、エビカニをプラスするというか、まあ、こっちをプラスしたいけど、それよりも、ペラ怪獣をコンプしたいのよ。あと少しだから見て、このメンツ。俺全部、いやー、ついにここまで来たよ。全部ネットとかで買ってないからね。単体でゲットしたら全部自分で出したペラ怪獣。自分の手で生み出した儀式で呼び出したペラ怪獣たち、ありがとう！来てくれてありがとう！前回出たね、新切り。あと少しね、コンプだから。これ全部で10種しかないから。あとちょっとなのよ、本当に。だから今日もしかしたらいける可能性があるからね。うわー、まず武道から行くか。武道から今日は。まずは武道の方で、一体か。まあ、いや、調子に乗って2体出るってパーティーもあるパーティーだよ。余裕で。いや、コンプ決まるかも今日ね、ペラ怪獣。いや、長かったよな。ペラ怪獣コンプを狙え。でも1年かかんなかったわ。1年かかるかなと思ったんだけど、あ、一発目からクマ、ドゥルドゥル、お決まりのクマ。久しぶりなんか、コマでさえなんか久々に見た感じするからね。調子良すぎて、前回。いや、でも前回すげえ調子良かったから、今回ね、使い果たして、倒れるパティンっていうのもある。あ、コマ！しまってね。やばいわ。前回ね、使い果たしたのあるぞ。まあ、たまにはこういう回も必要なんだけれども、まあ、運をね、戻すためには。しかしだ、俺はね、関係、そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。俺の大胸筋が言っている。待って、なんだこれ、めっちゃかっけえコマ来たぞ。この方のコマ初だわ。すげえ。六芒星になってね。六芒星型のコマだわ。ちょっと回してみたいな。あ、すげえ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 。すげえすげえ。低空からアタックするわ。こっちは高いから下に潜り込んでパーンってぶっ飛ばすタイプの。え、なにかっこいいコマ来たよ。あれは海底人のシールドにできるよな。海底人のシールド。海底人のシールドにできる。そして、行くぜ。さっさ。え、待って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 。ちょっと待って。待って、ちょっと待ってな。1、2、3、4。今度ペンタゴンじゃない？え、六芒星からのペンタゴン。五角形が来てる。え、すごくない？どういうこと？コマ祭りじゃねえか！なんか今日は違う意味で乗ってるんじゃねえか。すごいわ、六芒星からの五角形ペンタゴンが来たわ。ヘキサゴンからのペンタゴン。どっち強いんだろう？両方とも低空だよね。下からえぐるタイプのコマだぞ。これシールドにしよう。シールド。え、待って、また次コマか！こんだけコマ連続で言ったの初めてだわ。今まで長いこと開封してきたけどさ、あ、止まったね。うわー、ここで止まったか。ウソぴょんだ。動物シリーズ、青いウサギである。幸せを呼ぶ青いウサギ、ぴょんぴょん。そして、頼むぞ、ペラ怪獣。え、もうそろそろ入ってもいいんだよ。全然遠慮しなくていいから。全然いいよ。さ、おー、動物シリーズ、幸せを呼ぶ黄色いウサギ。どういうこと？コマ連続来て、ウサギ連続来てんだけど。何これ、怖いぞ、逆にちょっと。とんでもないもん来るじゃねえか、後ほど。あ、クッキーマン来るかな、クッキーマン。これ、俺、クッキーマン、あ、でもクッキーマン女の子なんだよ。女の子の、おまけだから、バトルコーラは女の子あるから、そっち、何これ、コマとウサギしか出てねえ。コマとウサギ。まあ、こんなこともあるまいなと。たまにはね、あるよ。うん。同じやつ出まくるっていうのがさ、だペラ怪獣1体出たら連続で出る可能性あるからさ、ちょっとドキドキしてる。いつペラ怪獣来るのかどうか。ささおー、来たね、ドリルマジン。地底人入りました。我、地底人なり、ドリルマジンなり、シャーリー角がでペクトルズレイジャー。でかいな、お前、鍛え込んでんだ、お前。鍛え込んでんだ、お前。怠慢だぞ、お前、怠慢。よっしゃ、もうワクワクしてきたね。行くぜ。そして、来るぞ、来るぞ、もう来るぞ、もう来るぞ。俺は分かっている。はい、ペラーかい。コマ。嘘。コマ率高すぎだろ。めちゃくちゃコマ出てる。で、右半分終わり、これで。次、左半分。え、待って、これで出るはずなんだけどな。
次の左半分か、左半分で間違いなく出る、一体は出るから、ささっ、あれあれ流れが止まっているのか、ペラ怪獣の。おぉ、すごい偏ってんな。偏りがすごくない今日。マジでか。ペラ怪獣がこれぐらい偏ってくれたらすごい嬉しいんだけどさ。ペラ怪獣全然偏んないからね。やっぱレアだな。男の子の俺はペラ怪獣。刺さる。まあ、動物シリーズも結構出るようになってきたよね。この猫ちゃんは持ってるな、持ってるタイプの猫ちゃんかな。猫ちゃんもね、いろんなタイプあるんだよね。同じ動物といえども、ラクダも結構種類あるし、同じでも違うポーズのやつがあるから、まあ、コンプが、いつコンプなんかもちょっとわかんないんだよね。リストがないからさ、コンプリートセットのリストみたいな。これが名称もないからわかんない。いつコンプなのかがわからないっつうね。まあ、それも選ぶの楽しみだけどね。コンプしてるかどうかもわからないっつう。やべ、動物シリーズ。めちゃめちゃクールが、ペラカイジが、あれ待って、今日ペラカイジコンプ会だったはずなんだけどな。今日ペラカイジコンプ会なんだよ。頼むぞ。あと回転時もちょっと欲しいんだよね。待って、コマ率高くね今日。どうした、ペラカイジ一体くらい出してよ。ペラカイジマジ一体も出ないで終わんのかな。そんなガチできつい結果になる。頼むぞ、ペラカイジ一体くらい出して。嘘、ペラカイジ一体も出ないかもしれない。やべえ、どうしよう。動物シリーズ荒ぶってるね。動物シリーズコマと、いや、なんか頼む、ペラ怪獣、ペラ怪獣。で、今回もジャンピングバトルでコンプ決めんのかな。あ、ペラ乗り物ね。いや、同じペラなんだけどさ。いや、そこっちお前空気読めよ。バカな子だよ、お前。そこ空気読んでくれよ、お前。バカな子だよ。マジか。ペラ怪獣が、来ない、フラグ立ってない。頼むって、全部男の子で決めてんのにさ。プテラノドンな。プテラノドン。恐竜シリーズもちらほら出始めてるな。やべえな。このブドウシリーズこれ入れてあと3パッキー。え、ガチやばくね。あと3パッキーしかないんだが。嘘でしょ。あ、ティラノ来たわ。王者ティラノなり。覇者なり。我覇者なり。やべえ。あと2パッキー。嘘だろ。え、待って、マジで怖い。一体は出るだろ。嘘マジで。これもないかんね。そんな奇跡ある、逆奇跡ミラクルリバースある、マジささ、うわマジで出なかったこのコマ率の怒涛のラッシュ、コマのやべえな、これで最後なんだが、これで出なかったら終わるぞ。いやでも前回さ、ジャンピングバトルでアトランティス来たから、あの野郎がこれ乗ってると思うよ。あと女の子のもあるから、クッキーマン狙えるしね。クッキーマン、クッキーマン欲しいな。出ないかな、クッキーマン。おうおうおう、一発目からこのタイプの調理器具だね。これも結構出てるな。これ結構出てますよ。で、男の子なのでペラ怪獣か、まあ、エビカニ。でも今回ちょっとエビカニ言おうかね。ペラ怪獣狙いたいんだよね。おっと、これはロブスターだな。ロブスターの緑色のボディ、そして黄色の足。どうだ、持ってるか。緑色持ってない。やった、初だわ。緑と黄色のコンビネーション初でちょっと倒れちゃってるけど、あそこ。緑色のボディはね、緑と青しか持ってなかったから、緑と、やった、埋まった、また1位で埋まった。ラッキーラッキー超ラッキー。コンプに近づいたね、エビカニ。でも俺今回はちょっと、エビカニ言うか、あのね、もう、ペラ怪獣をコンプしたかったんだが、ちょっと無理かな。ちょっと、ペラ怪獣コンプ決めたいよー。ペラ怪獣がコンプ決まったら、もうあれなんだよね。エビカニに集中できるからさ、俺。エビカニに集中したいんだよな。エビカニコンプに。ペラ怪獣を早く仕留めて、全部ね。全部仕留めて。頼むぞ、ささっと。あー、そうかな。でも海底人だ。やったー、ありがとう、海底人。改造に使えるな。何にしようかな、こいつは。どういう特徴を持たせるか。楽しみですな、改造が。そして、男の子。頼むぞ、ペラ怪獣。前回、ジャンピングバトルでついに出たからね、俺も。いや、嬉しかったな。あの時の感動と興奮をもう一度、今日も、味わいたいぜ。シャリー。地底人と海底人の戦い。もうすぐ開幕。タイマン、やんぬがこら。よし、行くぞ。行くぞ。これまだ右半分たくさんあるからね。全然大丈夫だよ。まだまだこれから、勝負はこれから。ささ、いや、コマー、コマ出まくるな。でもコマもアイデア次第ではかっこいい武器になるからね。
コマのちょっと改造も考えておかなければならないということで、頼むぞ頼むぞペラ怪獣。おっと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 、これはズワイか。これズワイだよな。ズワイの黄色いボディに青い、やった、持ってない、初嘘。ここね、あのズワイ像なんだけど、黄色いボディは赤い足しか持ってなかった。やっと埋まった、今日2個埋まってるよ。もううわすげえ、めっちゃ調子いい。この調子でどんどん埋まってほしいなと思っているんだけど、それよりも何よりも俺ペラ怪獣をコンプしたかったんだが、ペラ怪獣コンプは無理なんけ今日。うわー、右半分終わり。これで右半分が女の子だから、クッキーマンの可能性がね。クッキーマン男の子の方が良くない？クッキーマン女の子嬉しい？クッキーマン男の子の方が嬉しくない？これクッキーマン、これ絶対男の子の方に入れた方が、男の子喜ぶような気がするんだけど、女の子クッキーマン嬉しいのかな。これ、女の子はさ、ピン止めとかさ、ああいう系のやつ、あれ一体いなくなってる。え、ちょっと待って、俺の宝が。そして左半分で、あ、これ女の子だから、まあ出ないけどね、あのペラ怪獣はね、クッキーモンスター、クッキーマンの可能性はあるからね。はあ、頼むぞ、来てくれよ、俺は信じてるぞ、絶対に一体は出てる、絶対に。でももう2個埋まってっかな。エビカニね、エビカニ2個埋まってる時点でかなり勝ちなんだけどさ、今回は。なんだこれ、え、初めて見た。あ、こういう、あ、プレート系ね、来てる、赤いやつ前来たよな。ちょっと具材忘れちゃったけど、あ、具材同じかな、確かこんなやつ来たよな、赤いやつで来たわ。今回ピンク、おー、新しい風が吹いてきてますな。いやでもクッキーマンがいいな、クッキーマン行くぜ、頼むぜ、クッキー、ペラ怪獣だわ。いや、あのね、ちょっと待って、マジでペラ怪獣だこれ、振った感じが重たい。ちょ、ペラ乗り物じゃねえよバカ野郎、お前さ、空気読めよお前マジで。でもこれも改造によってはすごいかっこいいやつになるからね、やっぱ何でも相手次第ということだな。素材を生かすも殺すも自分自身ということで、さ、おっしょ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 しよしよし、誰だこいつ、誰だ、ちょ待ったな、誰だこれお前、誰だお前は、ちょ待ってね、粘るね。しかしもうお前は俺に食われるんだよ。ボタンエビだな、あ、ボタンエビのグ、あー持ってるわ、ボタンエビのグリーンボディ持ってる。くっそー、波に乗ってたのにな、悔しいね、一個かぶってしまった。そう、三つ出たのに、一個かぶった。ああ、でも二つ埋まってるだけでも勝ちなんだけどな。あと、ペラ怪獣を一体出して、じゃあ終わろう。ダメだ、ペラ怪獣コンプしようと思ったけど、もう数的に無理だ。マジかよ。今日でペラ怪獣コンプだったはずだったのにな。おっしょ、マジか、まだチャンスあったぞ。ロブスターだ。ロブスターの黄色いボール。うわ、持ってるわ。黄色いボディ1体しかないもんな。奥の方で青やし。うわぁ、4個出たのに今日運よく。4個出たのに2個被ってる。半分被った。いや、くそマジか。4個全部埋まったら最高だったのにな。ちくしょー。まあ、しょうがない。でも2個埋まってるだけでもかなり熱いから、まあ、文句言っちゃダメだよね。2個も埋まってくれて、ありがとうと。感謝しないと。おぉ、まだチャンスあるぞ今日。うっそ、渡りガニだ。こっち渡りガニだよな。渡りガニの赤いボディ。うわ、持ってない、やったー3つ持った。赤いボディにグリーンの足は持ってる。赤い体はあの子しかいないから、赤い体に黄色い足。ね、赤い体に緑の足。やっと初だぞ、初渡りだ。よっしゃー、あれが渡り、あ、どっちだったっけ、あれ渡りガニだよね。で、こっちはズワイガニで、横綱、タラバガニに、高橋ガニ。いや、そうだ、思い出した。思い出した。ちょっと興奮して、混じったけど、おっけえ、マジでか、埋まりまくってる。しかしだ、ペラ怪獣が一体も出て、ここでペラ怪獣一体出してさ、終わったら最高だよね。神回だよね。ペラ怪獣がさ、いや、頼むぞ、ペラ怪獣。俺愛してんだよ、ペラ怪獣、ガチで。来てくれ、頼むよ、ペラ怪獣。頼むぞ。ペラ怪獣。あら、そうだって。ペラ怪獣がもう、でも回転陣補充できまくってるわ。嬉しい。あと2パッケ。あと2パッケしかない。マジかー。いや、でもすげー埋まったな。あ、でもさっきこれで騙されたのはペラ乗り物かな。俺やっぱな、振った感じ似てるわ、なんかペラ乗り物とペラ怪獣。で、今回ラスト。ドゥルルドゥルル。しかしね、男の子だ。
男の子と言うことはペラ怪獣の可能性がある。俺は諦めない。ドゥルルドゥルドゥドゥルルドゥルドゥ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 。お前さ、空気読めよお前、バカやろお前。でもしかし3つ、今日3つだよね、待っちゃったよね、1,2,3 3つ待ってるよね、3つ。よっしゃ、3つも待ったよ、ありがとうございます。ペラ怪獣は出なかったけど3つも埋まったから勝ちということで、コンプに近づいたよ。いやー、もうちょい、なんかエビカニもさ見えてきたね、先がすごい長い、まあ、100種類近くあるから、それ長いけど、やっと見えてきた。今おそらく50種類以上あるから半分は超えてるよな。今数えたら53個あったから、あと43個だよな。全部で96種。あ、待って、96だったよな。全部で96種のはずだから、あと43。もう半分超えまくってるわ。いけるぞ！あと43か。見えてきたな、ゴールが。もうペラカイジの方が先に決まると思うけどね。ペラカイジはもう本当にいける。もうすぐだぞ、ペラカイジは。でもここまで来てっかんね。やったぜ、もう勝利だよ。ありがとう。ありがとうございます。はぁ、あ。うん。うまいね。うらめ。もう最近ピーピー鳴らさず食ってるけど、久しぶりにピーピー鳴らしたわ。最初の方はピーピー鳴らしまくって食ってたんだけど、もう今無言でただ口に運んで噛み砕いてるだけだよさ。鳴らさなくなるよね、これね。いや、久しぶりにやっぱ鳴らしてから食った方がうまい感じがするわ。それでは、また次回ね、次の開封動画で、お会いしましょう。あとたったの3種なんだけどね、たったの3種。出てこねんだよ、あと3種が。あと色違いもたくさん欲しいから、まあ、とりあえず種類をコンプしてから色違いを揃えていくということで、次回は残りの3種一気に出してペラ怪獣カンと、いやー行きたいね。いや、今日でカン行かさったんだけど、クソ強えわ。エビカニはまだカン行けないから、ペラ怪獣を先にカンだ。次回こそ絶対カンだから、フィニッシュ決めるから、絶対コンプするぞペラ怪獣。